今を
踊るような楽しい音楽だったよ。でしょでしょ、僕たちのキャロルでもっと楽しい気持ちになっちゃおうよ。ちょっとキキ、最後は私たちのキャロルでロマンティックに終わりましょうよ。二人とも両方素敵な音楽なんだから、どっちかじゃなくてどっちも演奏したらいいじゃない。どっちも、うわー楽しそう、いいアイディアだね。ま、待ってよ、ハローキティバンドもダニエルバンドも全然違う曲だよ。そんなことをしたらおかしなことになっちゃうの？大丈夫、音楽はね、違う曲同士が合わさるともっと素敵な曲になるのよ。私に任せて、きっと最高のピュールキャロルが出来上がるわ。そうだね、僕も手伝うよキティ。
なとの絆も深まった気がする。そうね、ユーラ音楽隊のみんな手伝ってくれてどうもありがとう。素敵なキャロルを演奏してくれたみんなに拍手。こうしてクリスマスの夜にみんなと一つの音楽を演奏できてとっても幸せだったわ。さあ、ここからは音と光のフィナーレ。素敵な音楽を届けてくれたみんなへ、私たちから最後のクリスマスプレゼントよ。ここでも